はいどうも皆さん、お晩でございます。操作でございます。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、今日動画を上げたのはですね、あのー、ちょっとね、あの、プロ野球ファンとしては、ちょっといかがなものかというものをね、ちょっと、えー、上げていきたいと思います。まああのー、このチャンネル見てる方はね、私が楽天ファンだというのは、あの重、ー、々承知だと思うんですけども、あと中日ドラゴンズですね。うん 中日ドラゴンズの応援歌あ「サウスポー」これがですね、あのー、なんかあの応援自粛になったと。で私もね23日前からですね YouTube、まあ、自分で見たりも結構するんですけどいろんなチャンネルをねでそのなんか急にね「お前が入った応援歌」を歌ってみたとかなんかそういうのが多くて「えなんでお前?」ってふなんか応援歌にあんのって全然 いいんじゃねみたいな感じで至ったんですけどもな,なんでだろうなと思って調べてみたら中日の与田監督がなんかその応援歌にお前が入ってるのは不適切な表現なんじゃないかっていうあのー、ことをねなんか球団に言ったらしいんですよね応援団に。うん、球団団かか応援団か、うん、で そこでそう球団と応援団が協議した結果じゃあしばらくサウスポーは自粛しましょうねあれね俺中日のねあのー、応援歌ってまあチャンステーマってね俺結構好きなんですようんあのサウスポーはねうん。

っていうことを言ったんですけどもまずあのいろんな動画のいろんなコメ欄にあることをさっくりまとめるといや応援が気にする前にお前チームどうにかしろよってまずあの <laughs> みんな言ってるんですねうんあの確かにその通りです監督はまず目の前の試合に集中してくださいなんで応援かにダメ出しするのダメ出しするとこ違うでしょ なぜここまで楽天ファンである俺が中日のことをこんなに言うかっていうとあのー、もうねまあ3年ぐらい前にあのー、私祖父が亡くなったんですけども祖父が大の中日ファンでですねあのー、おじいちゃんが夜戸を閉める音これだけで「あ今日中日勝ったなあ今日中日負けたな」ってわかるぐらい。 そう日常生活の態度に出るぐらい熱狂的な中日ファンだったんですよだからなんですよ、うん、であのー、まあ俺の中でもそのいろいろね「そのお前」って入ってる応援歌をこういろいろねこう何があるかな何があるかなって探してみたら一番代表的なのがやっぱり元阪神の檜山さんね檜山選手の。 応援歌なんていうのはこれ有名ですねこの一打にかけろ気合いで振り抜けよ誰もお前を止められぬひ山まーよ突っ走れかっ飛ばせひやまーってねお前って言ってますよねあとまあ我が楽天の中ではあのー、もう引退しましたけどもね石峰選手石峰忠志選手ね 石見ねただしじゃねえか。いいんだって。い石見にゃただし選手、うん。すみません、失礼しました。えっ、ー、と。ですね。南の空に、思いをはせて、石しみねただし、お前の出番だ。石しみね、いしね、おおいしみね。南の空に、思いをはせて、石しみねただし、お前の出番だ。 A.C.M.D.A.C.M.D.、ね、ですよね意も、ねうん、まあそれねこれをきっかけに、まあ、数ある動画でも言ってるんですけどもこの一件をきっかけにですね、あのー、その応援歌「そのお前」っていうフレーズが入ってる応援歌を全部自粛しましょうなんてことになったらこれ大変なことですよ。 まましてシーズン途中ですからまだ、ね、楽天も、まあ、今シーズンの、ね、始まる前に応援歌の問題でいろいろありました、ね、全部刷新して、ねあのー、非難55、ねまあ、結局残ったものは残ったんですよ。 残ったものは残ったんですけど変えるものは変えるこれは楽天は著作権の問題だとかなんとか言ってるからまあでもそれでもねあの結果論まあ今になって結果論ですけどもそれで楽天の応援がすっごく盛り上がってるねすっごく盛り上がってますからまあこれはまあ結果的には成功っちゃ成功なのかなとであと代表的なのがねあのロッテロッテと 中日、うん、これ応援団そのものの問題ですねロッテも2010年に応援歌変わりましたし全部刷新しましたし <laughs> 中日なんていうのね前2013年頃かなあの応援団が一時いない状態で、うん、シーズンを過ごしたっていうこともありましたからあの落合 GM の時ですね、うん。っていうことがありましたから、うん、まあで,で今回楽天があって。 でまあこれでしばらく応援歌の問題っていうのは出てこねえなと思ったらまさかのまた中日しかも現場が言うっていうね与田剛が言うっていうねうんあのね与田監督ねあのー、ちょっとねここでね物申す動画もしばらくやらないつもりでいたんだけど与田監督に一言物申しますね応援歌気にする前にお前チームどうにかしろよって。 天国のじいちゃん悲しみよマジでって本当、うん、熱狂的な中日ファンなんだから、うん、選手名鑑も集めてさ、うん、もう本当にもう中日のことになるとねもうね当にあに孫相手だろうが息子相手だろうがね知人相手だろうがもう容赦なしだったから本、うん,んに。ねそのぐらい熱狂的な中日ファンが身近にいたので。 うん、ここであえて言わせていただきます。ね。与田,与田監督、試合に集中しろ。うん、応援歌にもの申すな、お前はね。応援してもらってるんだから。ね。ファンあってのプロ野球だと思います。ね。2004年のさ、球界再編問題にこう、話戻すわけじゃないけど。 まあ俺もあの時オリックスファンだったからもうちょっと心苦しい部分はいっぱいあったんだけどもいやで、ね、そこからこう楽天っていうのができていろいろね応援歌っていうものがこうピックアップされるようになってきてで YouTube とかでもねいろ、まあ、んなもん、ね、こう動画とかでもねいろいろ応援歌紹介されるようになってみんなが、ね、こう歌える、ね、みんながやってて楽しいね。 やっぱりこうやってて楽しいっていうのはやっぱそのチームに勝ってもらいたいっていうのなんですよ。私もそうですよ。うん、楽天の応援歌一通り全部歌えますけどやっぱり楽天にそれはっていうのはやっぱ最終的にこう楽天をこうものすごく応援したいねもう熱烈に応援したいっていうあのー、っていうことから私はこう言ってるわけでございますね。まあね今 スコアボードとかね大型ビジョンとかにねこう応援歌の歌詞がバッと出る時代ですからねそこで多分「うん?」と思ったのかもしんないですね「お前」っていう表現は失礼だぞ確かにグラウンドでやってる選手に対して「お前」っていうのは失礼だと思います。 ままして老若男女いいろんな人が応援歌を歌をすその中でちっちゃい子どもとかがねあの大人に対して「お前」っていう表現をするっていうのも確かに教育上よろしくない、ね、私も普段の仕事から、まあ、そういう口の利き方とか、うん、そういうのには十分配慮はしてますけども、まあ、子どもたちにも伝えてますけどもただ応援歌とかっていうのはやっぱり選手を応援したいチームに 勝利をもたらしたいっていう意味で我々ファンができること応援歌を歌うね応援をするっていうことなのでそれに対してケチをつけるっていうのは与田監督聞いてますか聞いてたら言ってくださいあの言ってくださいじゃね聞いてたらしっかり聞いてくださいあの応援歌気にしない、うん、現場はね 試合中に試合中とか特にダメだよ。現場は試合に集中しろ。ねだから今の状態なんだよ。ね。現場がしっかりしなきゃダメなんだよ。っていうことね。うん、まああのー、僕が言うあれでもないんですけどもあの多分みんなが思ってることなので僕もあの、あのー、まあさっき、ね、これ動画撮る直前に B ・モレルさんの動画。 こうちらっと見たんですけども、ビーモレルさんと同じで僕も応援歌マニアなんですよ。うん、ただ僕は歌えるのは楽天ロッテオリックスこの3つだけなんですよ。うん、<laughs> まあちょこっとね。まあかじれば色々かじった程度で。あと他球団の選手のいくつか歌えるっていうぐらい。うん、っていう感じかな。うん、ということで、えっ、ー、と今日の動画、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。